デンババは、フランスセーブル出身のセネガル人、サッカー選手。スユペルリュイスタンブールバシャクシェヒル FK 所属。元セネガル代表。ポジションはフォワード。初期の経歴、編集7人兄弟の6番目として、オードセーヌ県のセーブルに生まれ、セーヌマリティーム県のサンバレアンコで育った。1992年にモンゴイハーのユースクラブに入団し、 1998年から2000年までは、ポートアウトのメジュアーブルで、2000年から2001年までは、フライロズでプレーした。2001年、バの家族は、シャティオンに引っ越し、バは2004年まで、モンルージュでプレーした。この頃にプロサッカー選手になる決断を下し、オリンピックリオニア、アージオセールのトライアルを受けたが、どちらも不合格であった。フランスを離れて、 イングランドのワトフォード FC とバーンズリー FC のトライアルを受け、ワトフォード FC から1年契約のオファーを受けた。2005年、ワトフォード FC のレイレ・ウィントン監督が解任されて、アイディブースロイド監督が就任すると、バはブースロイド監督の構想から外れ、2005年3月にワトフォード FC を退団した。2005年、アラン・ミッチェルが新監督に就任した。 フランスの FC ルーアンと一年契約を結び、FC ルーアンでは大きな成功を収めた。2006年には多くのクラブの争奪戦となり、ベルギーの RE ムスクロンに移籍。デビュー戦から3戦連続で得点したが、頸骨と飛骨を骨折し、同年8月から2007年4月まで長期離脱した。復帰してからは9試合で7得点を挙げ、2007年5月に、 セネガル代表に初選出された。ホッフェンハイム、編集2007年8月29日、スバイテリーガに昇格したばかりの TSG1899 ホッフェンハイムに移籍した。移籍金は300万ユーロ。2007から08シーズンは、ブンデスリーガ昇格に重要な役割を果たし、ブンデスリーガ初挑戦となった2008から09シーズンは、クラブ、 自身もに成功したシーズンとなった。クラブは7位で前半戦を折り返し、最終的にも昇格初年度ながら7位でシーズンを終えた。ベダド・イビシェビッチの長期離脱後は攻撃陣を牽引し、イビシェビッチに次ぐチーム2位の14得点を挙げた。2009年2月24日の VFB ・シュットガルト戦ではハットトリックを達成した。同年7月には VFB シュトゥットガルトに移籍する予定であったが、メディカルチェックに落ちたために移籍は取りやめとなった。同年12月、ホッフェンハイムとの契約を2013年まで延長した。2010から11シーズン半ばには、イングランドのストークシティ FC が場に移籍金590万ポンドの値をつけていると報じられた。2011年1月、ホッフェンハイムの練習合宿参加を拒否し、 ウエストハムユナイテッド FC への移籍希望を公言した。ホッフェンハイムは、バに処罰を下す可能性を示唆したが、バは現在の条件でもクラブを離れられることをホッフェンハイムによって保証されていると主張した。2011年1月、ストークシティ FC への移籍話は、バがメディカルチェックに落ちたことにより破談となり、ストークシティ FC のトニー・ピューリス監督は、 場の獲得失敗を残念がった。ホッフェンハイムでは通算103試合に出場して40得点した。ウエストハムユナイテッド編集、ウエストハムユーデの場2010年1月28日、ウエストハムユナイテッド FC と2014年6月までの3年半契約を結んだ。遺跡金は明らかにされていないが、出場時合数によって変動するとされている。 2月6日のバーミンガムシティ FC 戦で75分にロビー・キーンとの交代で途中出場してデビューした。2月12日のウエストブロムビッチ・アルビオン FC 戦で初めてフル出場し、移籍後初得点を挙げた。2011年5月15日のウィーガン・アスレティック FC 戦では2得点を挙げ、ハーフタイムまでに2から0とリードしたが、後半に立て続けに失点して、 フロリダチャンピオンシップ降格が決定した。加入してから12試合に出場して7得点を挙げ、チーム内得点王となったが、クラブが降格した場合は他クラブに自由に移籍できる、条項が契約に加えられていたため、シーズン終了後にウエストハムユーを離れた。ニューカッスル・ユナイテッド、編集2011年6月17日、ニューカッスル・ユナイテッド FC と3年契約を結び、 8月13日のアーセナル FC 戦でデビューした。開幕直後は低調なプレイぶりであり、ラマダンの儀式がプレーに影響を及ぼしているのではないかと噂された。9月24日のブラックバンドーバーズ戦で遺跡後初得点を含むハットトリックを達成した。ウルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦とトッテナムホットスパー FC 戦では2戦連続得点を挙げ、 ストークシティ FC 戦では再びハットトリックを達成した。これらの活躍により入滑する優は開幕から11戦無敗を続け、一時は首位のマンチェスターシティ FC と勝ち点6差の3位に位置した。11月26日、オールドトラフフォードで行われたマンチェスターユナイテッド FC 戦で PK による得点を挙げた。 ノリッチシティ FC 戦では2得点を挙げたが、高さと強さのある相手攻撃陣に苦しみ、試合には2から4で敗れた。ウエストブラムウィッチアルビオン FC 戦では、リーグ戦での12得点目と13得点目を決めた。12月23日、ESPN.com が選出するプレミアリーグの週刊ベストイレブンに初めて選出された。チェルシー。 編集2013年1月4日、チェルシー FC に3年半契約で移籍、デビュー戦となった FA カップのサウスアンプトン、FC 戦では2得点を決めた。2013から14シーズンからは、背番号をこれまでの29番から19番に変更。2014年4月8日、チャンピオンズリーグベスト8のパリ・サンジェルマン戦、セカンドレグで終了間際に、 値千金のゴールを決め2戦、合計3から3都市、ベスト4進出に大きく貢献した。ベジクタシュ、編集2014年7月、ベジクタシュ j k へ移籍2014から15シーズンのトルコスーパーリーグでは29試合に出場し、チーム最多の18得点を挙げた。シャン配信シ編集2015年6月27日。 中国サッカースーパーリーグの上海深海移籍した。契約期間については明かされていないが、デイリーメールなどの記事によれば移籍金は900万ポンドになったとのこと。他には1400万ユーロのオファーと高額なサラリーを掲示したと報道した。また当時の中国歴代最高額の移籍金で実現されたと言われている。2016年7月17日の上、海上港線で 相手選手と接触した際に、左足の頸骨及び肥骨を骨折した。ベシクタシュへ復帰、編集2017年1月31日、トルコスユペルリーグのベシクタシュへ、ローン移籍することが発表された。契約は2016から17シーズン終了後までで、ある。ギョズテペ、編集2018年1月31日、ギョズテペ SK へ移籍した。 リーグ戦13試合に出場し7得点を記録した。上海進化へ復帰、編集2018年6月14日、上海進化に移籍することが発表された。イスタンブールバシャクシェヒル、編集2019年1月22日、イスタンブールバシャクシェヒル FK へ移籍した。2007年6月2日、アフリカネーションズカップ2008予選のタンザニア戦で、 セネガル代表デビューし、その試合で初得点も挙げた。チェルシー FC ベシクタシュ JK ありがとうございます。